リコー GR デジタル 2GR デジタルシリーズは、リコーイメージングが販売している、高画質銀塩コンパクトカメラブランド GR のデジタルカメラシリーズ。2005年に発表された GR デジタルは、3 5ト、mm、ル版換算2 8ト、mm、ル相当の低い微粒な単焦点光格レンズ、7枚バネ絞り、マグネシウム合金ボディ等、2005年当時のコンパクトデジタルカメラとしては、 異例の構成を採用したコストや利便性の追求が最優先されるコンパクトデジタルカメラの中にあって高画質で趣味性の高いカメラとして高い評価を受けライフサイクルの短いデジタルカメラの中にあって2007年に後継機の GR デジタル2が発売されるまで2年以上のロングセラーとなった GR デジタル2以降も2009年の GR デジタル3 2011年の G 後継機においても35ミリバン換算で約28ミリメートル相当の単焦点レンズ等の特徴や外見のデザインはほとんど変更がない一方で画素数の増加、より明るいレンズの採用、センサーシフト方式のブレ補正機能、APS、C サイズ撮像素子の搭載といった基本機能の強化が行われている高画質コンパクトカメラ、 GR シリーズのコンセプトを受け継いだデジタルカメラのお客様向け新製品発表会を9月13日に開催すること、また専用ブログ上で参加者を募集することを公表した。商品名や発売日、価格、スペックなどは9月13日までに決定するとした外部ファインダー光学式の外部ファインダーでホットシューに取り付けて使う2 1ト、mm、ル。 28mm 相当用のフレームがついている外部ファインダ 28mm 専用だが GV-1 よりも小型化され装着状態でも専用ケース GC-2 に収まるワイドコンバージョンレンズライカファンカメラ間 321mm 相当のワイドコンバージョンレンズ装着にはアダプターが必要ワイドコンバージョンレンズライカファンカメラ間3 2 1トル相当の ワイドコンバージョンレンズ装着にはアダプターが必要テレコンバージョンレンズライカハンカメラ換算 40mm 相当のテレコンバージョンレンズ装着にはアダプターが必要ソフトケース GR デジタル2専用のベルト同士付きの革ケースオプションを装着した状態では収納できないソフトケース GR デジタル2に GV-2 を装着した状態で収納できる ソフトケース GR デジタル3専用ソフトケース。オプションを装着した状態では収納できない。ソフトケース GR デジタル3に GV-2 を装着した状態で収納できる。専用外部フラッシュ GV-2 装着状態でも収納できる。1周年、記念モデル特別限定カラーモデルボディ上部が赤色に塗装されたモデル。 赤とシルバーの2色のリングキャップが添付されている。ホット収横には2006リミテッドのプリントがある。2 0 0 9年1月17日から2月9日に開催された GR デジタルフォートキャッチコピーコンテストの受賞者に副賞として贈られた。非売品。1周年記念モデルイラストレーターの寺田克也のデザインによる限定モデル。青空に雲を配した。 ライトブルーのボディにレンズ横とホットシュー横に金色の天使のイラストを配した非常に個性的なモデル。グリップ部もやや落ち着いた青色とされている。液晶の終了画面も専用にカスタマイズされている。2006年11月24日に GR デジタルの発売1周年及び GR シリーズの発売10周年を記念して発売された。全世界で仙台の限定生産。 プレミアムリング赤、青、金の3カメラグランプリ2006カメラ記者クラブ特別賞受賞を記念して2006年6月1日から7月31日に行われた受賞記念プレミアムリングプレゼントキャンペーンにおいてコメントを寄せたユーザー全員に希望の一色のリングキャップがプレゼントされた非売品東京、横浜市、大阪市の3カ所で 次の3つのカスタマイズ受付を行っている。宅配付加、ペンタックスリコー、APS-C 世界最小の 28mm コンパクト、GR。デジカメウォッチ、2013年4月17日閲覧、35mm 版換算 28mm、相当、35mm 版換算 28mm、相当プラス2.0マイナス 2.0EV-1。 3EV ステップ、マイナス 0.5EV、プラスマイナス0、プラス 0.5EV、マイナス 0.3EV、プラスマイナス0、プラス 0.3EV、押すことはできる。35mm 版換算 28mm、相当プラス2.0マイナス 2.0EV。1、3EV ステップ、マイナス 0.5EV、プラスマイナス0、プラス 0.5EV、 マイナス 0.3EV、プラスマイナス0、プラス 0.3EV、35mm 版換算 28mm、相当プラス2.0マイナス 2.0EV、1、3EV ステップ、マイナス 0.5EV、プラスマイナス0、プラス 0.5EV、マイナス 0.3EV、プラスマイナス0、プラス 0.3EV、副賞はこれだ。 社員奮闘記、GR ブログリコージャパン2005年の GR デジタルパーフェクトガイド、2006年の GR デジタルパーフェクトガイドボリュームに、そして2008年の GR デジタル2パーフェクトガイド。その3冊を1冊にまとめた特装版が本書です。ありがとうございます。